はい、ということで、はい、皆さんどうもありがとうございます。ただいま、4時の大使です。全然おはようございますじゃない、ということでですね。はい、で今回はですね、またダイエット食ということで、また今回はこちらを使っていきたいと思います。それがこちらで、オートミール。くんくん。はい、ということで、はい、じゃあ今回オートミールをまたちょっと使って、ちょっと前回とは違ったレシピを作っていきたいと思います。前回何作りましたっけ？前回はサンドイッチを使ったんですけど、今回はこちら見てください。こちらにレシピが、3つぐらい載ってるんですけど、今回この真ん中のこのチーズリゾットっていうのがあるんで、こちらですね、もう電子レンジでチンして作れるっていうことなんで、早速作ってちょっと食べるところまでちょっと今回は撮っていきたいと思います。それで本日もウニゲーシャス。はい、ということで料理は優しさ言うの忘れてました。レッツスターティン。はいはいはい、ということでご覧ください。はい、こんな感じです。こちら、オートミール 30g と水 50ml、 そしてこちら細かく刻んだ、しめじちゃんです。はい、じゃあまずこちらに、こちら、容器器にこれ入れて、これに、お水を入れます。入れます。そして混ぜます。で軽く混ぜましたら、こちらきのこちゃんも入れていきます。はい、入れます。はい、ね、ちゃんとね、あのレシピ通り作りますんで、どんな、果たしてレンジだけでチーズリゾットがうまく作れるのか、いえ。はい、 OK です。そしたら、から失礼しました。そしたら、こちらを、ラップして、600ワット2分チンしていきます。レッツチン。はい、こんな感じです。はい、早速開けてみましょう。今2分加熱しました。オープン。お、なんだこれは。こんな感じです。おお。そうしましたら、じゃあこちらにまず塩少々入れていきます。はい、で、こちら、胡椒ですね。胡椒を入れて、でこちら牛乳ですね。牛乳入れて、こちらコンソメ、こちらも入れていきます。はい、で軽く混ぜ合わせて、まあ、ちょっとリゾットっぽくなりましたね。最後のこれチーズですね。チーズも入れていきます。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、じゃあこちら再度2分入れていきます。はい、ということで2分経ちました。それがこちら、チンしすぎた感じがするんですけど、まあ、こちらに、再度ちょっと胡椒を軽くやりまして、はい、いって仕上げに、こちらパセリで、こちらをかけて、はい、でちょっと器を拭きまして、失礼します。ではこれで、こちらでダイエットチーズリゾットの完成です。イエーイ。てん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 、レッツダイエット。はいはい、ということで早速、今作りました。このなんていうんですか、このチーズリゾットを食べていきたいと思います。失礼します、ね、なかなかいつもは10食編まではやらないんですけど、今回は、やっちゃいます。なぜなら、めちゃくちゃ、尺が短いからです。はい、早速食べていきましょう。熱々です。よし、こんな感じです。食べてみましょう。あっち。あ、ちゃんとリゾットになってますね。あっち。やばい、どうしよう。やっぱちょっと、オーツ麦ってちょっと、あの、オートミールがちょっとやっぱ、こまごましてて、
ちょっとお粥みたいな感じなんですけど、うん、うん、あっこあっこあっこやばい、垂れてる。味は全然美味しいですね。ただやっぱちょっとドロドロしてる感じ、はいはい、ということで、今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。